ットで景色あったと思うんですけれども、湖の部分だけ透けてて、例えばちょっと下っぽい今重ねてるんですが、そういうことをしても、はい、では次こちら切ったクリアのダイカットタイプの新作になりますが、はいはい、こちらは、第1弾が結構売れたということで、ありがたいことに、はいはい、好評だったんですね、はい、新しい切ったクリアのダイカットをご紹介させていただきます、はい、じゃあまず柄から、こちら妖精という柄でして、女の子とお花畑になるんですけど、ちょっとストーリー性があるような柄になっておりまして、もともとお花の上に女の子が寝ていて、ここウサギもいるんですけど、その次にだんだんとお花がワンピースの柄に移りゆくようなストーリーに今なっています。後ほどご紹介しますが、背景のこのお花のところだけが透けていて、女の子は透けないような印刷になっているので、透かしてみた時もすごく可愛い作りになっているんです。でこちらが花かけら、透明のアクリルの塊の中にお花が詰め込まれた奥行き感みたいなところもぜひ注目していただきたい。でこちらが夜空と猫になります。前回のダイカットで景色あったと思うんですけれども、うん、今回はリリースが11月というところで、うん、まあ、その季節を意識したまた違う景色を作家さんに描いていただいたものになります。細かく華やかに描いていただいたので、細かいですね、本当に細かいんです。これもぜひ現物で見ていただきたいです。であとはふくよか猫ちゃんですかわいい。でこれも後ほどご紹介させていただくんですけど、まあ、デコレーション結構遊べるのでおすすめですね、うんうんうん、ではじゃあ実際にこちらを使った、はい、まあ、手帳のデコレーションですかねご紹介いただけるということで、はいはい、まずこちらが夜空を使った手帳になります。キャンプの記録をしているんですけれども、こちらですね、使ってデコレーションしています。写真との相性がものすごくよくて、はいはいはい、これからの季節写真を撮ってお出かけした時に、まあ、このシールと合わせて使っていただくっていうのがとってもおすすめです。色のトーンが季節に合ってると思うので。そうですね、はい、うん、あ、秋から冬にかけて、あ、そうなんです、はい、ね、そうですね、うん、で全体的に青みがあるデザインにはなっているんですけれども、このこだわりポイントが湖の部分だけ透けてて、でこの夜空の部分も透けてるんです。この部分だけ透けてるんですね。そうなんです、はい、この水っぽさと夜空の透き通った感じを透明感で表現したようなデザインになります。これ湖のところと空のところは若干色が入ってますね、はい、入ってますね、入ってます、うんうんうん、貼るとわかるんですけど、この水面の感じですとか、この月がですね映ってるんですよ湖に。 あ、本当だ、細かい、この感じも綺麗に表現できてると思います。いや、すごいですね今までこんな細かいデザインってありましたっけ。より今までの中でも特に細かく作り込んでるものになると思います。あ、そうですよね、はい、晴れ星も空は透けてるんですけど、星の部分だけ白が引いてあって透けないようになっているので、まあ、そういった作りも楽しんでいただけるかなと思います。はい、わかりました、はい、猫ちゃんです。あの遊べる使い方ができるっていうようなことですね。そうです、そうです、ですね、はい、はい、でカードの上にまるで猫が寝てるようなイメージしながら作った手帳になるんですけど、ショップカードの上に貼るだけで、ただ留めてるだけではなくて、そういう景色が想像できるような手帳に仕上げることができると思います。ショップカードを留めるためのシールとしても使えるし、そうです、そうです、それをするだけで上に留まってる猫ちゃん、そうです、はい、それは非常にもう考えなくてもできるから簡単ですね。そうなんです、うん、で1匹だけこうゴロッと後ろを向いてる子もいるので、はい、例えば丸いカードの上に乗せるとなんか遊んでるようにも見えますし、見えます、まあ、ちょっとよりリラックスしたような雰囲気出せると思います。貼ってるだけで全然印象変わりますね。そうなんです、うん、ただこういう下に寝かせておくだけでもいいと思うんですけど、はいはいはい、何かの上に乗せるだけでちょっと遊んでる感じになります、うん、次にこちらご紹介です、はい、一つ一つの色が結構薄いんですね、うん、でこう積層されてるんでちょっと濃く見えるんですけど、実は1枚取ると結構薄くてこんな感じの色なんですよ、うんうんうん、でこちらもノートに貼ると色がちゃんと出てくるんですけど、はい、重ね貼りするのも非常に綺麗でして、色も薄いのでページの中にいっぱい貼ってもうるさい感じに全然ならないといいますか、優しいカラフルな仕上がりに
あるのが特徴なんですけど、はい、例えばちょっと下ここ今重ねてるんですが、うんうん、そういうことをしても馴染みやすいようなテープになります。重なって色がちょっと変わるから印象も変わりますし、ね、そうなんです。もうどこに何を重ねていただいても可愛くできると思います。でちょっと手帳術になってしまうんですけど、うんうん、タイトルの下に、まあ、これは文章の下にですけど水性ペンをもう本当適当にちゃちゃってやってて、はいはい、それはテープの色に合わせて引いてるのでちょっと統一感が出るようなページに仕上げてます。で最後に、こちらの妖精のテープになります。先ほどご紹介させていただいたんですけど、こちらは真ん中の女の子のところ以外が透けてる、景色が透けてるんですよ。後ろを透かしてみるとすごく綺麗なんですけど、まあ、それを生かしてデコレーションすることができます。2本目までは同じなんですけど、3本目は背景にあったお花畑がスカートの柄に移りゆくストーリーになってるんですけれど、あ、なるほど、そういうデザインになってるんだ。そうなんです。ちょっとこうだからあれです、上から撮ってるみたいな、その透けている柄の部分がスカートになってる。はい、この女の子以外のところが透けてるので、透けたところと例えばカードを重ねて貼ったりすると相性がいいと思います。単体でも使えるんですけど、あとはこちらお花の柄以外のところは全部透明で作っているので下の方眼も綺麗に拾ってくれるんですね。あえて透かして貼るっていうのがポイントなんですけれども、なるほど、まあ、例えばページがちょっとだけ黄色っぽい紙のノートもあると思うんですけど、はい、そういうところに貼るとワンピースの色が黄色くなるんです、おしゃれですので、お持ちのノートでいろいろ試していただけると楽しいと思います。それはちょっと使ってみたくなりますねぜひ。どんな感じの印象になるのか、貼るものに応じてマステのデザインが変わるっていうことですかね。そうです、そうです、はい、でちゃんとこの女の子の部分は透けないような印刷になってるので、周りだけが色が変わるっていうようなデザインです。ではちょっとデザインをしていただいた作家さんのご紹介になるんですけど、今まで実は言ってなかったんですけど、表紙のこの柄ってこれを使ってる、はい、そうなんです。テープの今までのキットは全てそうなんですけど、中身のテープだったりシールの、うん、その中から1本選んで表紙に持ってきてます。これであればこの8割の猫ちゃんを表紙に持ってきて、はい、表と裏もデザインしてますね、はい、全部テープと表紙リンクしてます、はいはい。で作家さんのご紹介なんですけれども、はい、この切手の2つは東出さん、はい、こちらの切手とこちらのダイカットは宮下さん、この妖精は北沢さん、はい、でこちらが奥美さん、これこちらも外部のデザイナーさんにお願いさせていただいてます。わ、ね、はい、かりました。結構、ね、やっぱデザイナーさんは切っただけじゃなくてね、はい、ひとときノートとか、はい、ソーダとか、はい、他のひとときの商品にデザイン携わっていただきますね、はい、そうですね、うんうん、今回の作家さんは今までも商品作っていただいた方ばかりなので、うん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 、また合わせて一緒に使っていただいたりすると、うん、そうですね、他の切った以外のそのデザイナーさんの、はい、別の商品と組み合わせてデコレーションしてもらったりとか、はい、なんかそういう使い方をしてみてもいいかもしれないですね、はい、相性がいいと思います、うん、分かりました、はい、はい、ということで今回はキッタの新作とその活用術について紹介していきました。最後までご覧いただきありがとうございました。望月さんもありがとうございました。ありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。さよなら。